そしてもう一度相馬が折り返したシーンです。あ、ここはあれですね、ロペスのシュートではなくて、はい、両方のサイドから折り返していった日本のチャンスのシーン。そしてここが中田が入れたロペスクロスボール、いわゆるセンタリングにロペスが反応したシーン、はい、これは非常に相手も一人でしたから。ただ日本がこう初めてワールドカップに出て世界と戦って本当に攻める気持ちで今日初めてやった試合じゃないかなと思うんですよね。その中でディフェンスの良さで攻撃もある程度できた、やっぱ世界の壁というのは最後の1本のパスがゴールにつながるかどうか、この辺の厳しさが痛感されたゲームでしたよね、はい、センタリングの正確性、そして最後決める人の技術の高さ、はい、そういったものが世界との差があるということも感じました。さあ H 組、 H グループではこれでアルゼンチンが勝ち点現在3です。クロアチアが2勝を挙げて勝ち点6、日本が2連敗で勝ち点がこれ次のジャマイカ戦に勝っても勝ち点が3しかいけませんから、はい、もうこれでアルゼンチンが明日ジャマイカに勝つか引き分けるともう日本はそうですね、もう追いつかないということになるわけですね。数的に追いつきませんね、まあ、日本の可能性としては、まあ、現在ジャマイカが明日アルゼンチン戦を控えてますので、ジャマイカがアルゼンチンを破り、はい、クロアチアがなおかつ最終戦でアルゼンチンを破って日本が最終戦ジャマイカに勝つとアルゼンチンと日本が勝ち点3で並ぶという、はい、まあ、非常に難しい条件ですけれども、そうですね、わずかに可能性があるということになります。そうですね、日本とクロアチア、日本も健闘しましたが結局ゴールネットを揺らすことができず1対0でクロアチアに敗れました。まあ、早野さん、ここまで日本、はい、守りの面ではアルゼンチン戦で見せ、今日はこのクロアチア戦では攻撃にも少しこう、はい、前よりも良くなってきたというところを見せてくれましたよね。そうですね、やはりそのこういったゲームの中で自分たちの力が今まで出てなかった分というよりか自分たちの力がここではっきりするわけですよね。それがある程度できた、それも、まあ、負けたのは僕はすごく悔しいんですけども、はい、選手たちが後ろにこう下を向かずにですね戦ってくれたというのは絶対次につながると思いますし、ここに来たあのもう2万人近くのね日本のサポーターの方もその辺のその必死さというんですかね、それは伝わってくれたんじゃないかなという気はしています。さあ、これで日本はこの後ジャマイカと最終戦を戦うことになります、はい、最終戦に向けてどういう戦い方をしたらいいでしょうか。1戦目でディフェンスの確認ができ、今日のクロアチア戦で、攻撃の形も再確認できた、それで残っているのはやはりジャマイカ戦での勝利とその守備の良さ、攻撃のやり方というものを全部出してですね日本に1勝を持って帰るというのが大目標だと思いますね。2試合で日本は守りは良かったんですが結局無得点で2試合終わりました、はい、ワールドカップで得点を取ってそしてワールドカップでの勝利というのもジャマイカ戦でぜひ見せてほしい、はい、まあ、これだけ駆けつけてくれているサポーターに勝利と得点というのをプレゼントしてほしいなと思いますね。グループリーグの最終戦、これはもう決められた試合ですよね。それを手を抜くということは僕は絶対許されないゲームだと思いますし、そこで手を抜くようだったらもうフランスに来る資格はなかったと思いますから、はい、最後のゲームで本当の日本の最後までの力をね僕は見せつけてほしいとそう願っています。さあ、これで中西がイエローカード2枚で次の試合出られませんが、はい、次は日本は戦い方としてはですね、はい、まあ、オムラをここに使うと思いますがどういう戦い方をすると、はい、作戦的には、はい、この H グループ3試合の戦い方というのは岡田監督も1試合ずつは考えてないと思うんですね。そのための3バックへの移行、はい、その不安もあったのがアルゼンチン戦でうまくいったという自覚がありますから、この3バックのままの機能性を高めて、戦いに出てくるでしょうし、やはり何といっても点をいかに取るかといったところに僕はもう着目点を置くべきだと思いますね。そうすると日本はあるいはシステムとか選手とかいろいろ大きく変更してこないと見ていいんですか、ジャマイカ戦も。僕はそれでいいと思いますね。日本が初戦のアルゼンチン戦1対0で敗れました。そして今日のこのクロアチアとの試合でも
後半は一方的に押しながらサイドから攻めながら最後の詰め、点が入りませんでした。ただラストのゲーム、若い選手ですとかエネルギーを持っている選手、現場が一番感じていると思うんですね。そういう選手をピッチの中に放し飼いにしてあげてほしいなと思いますね、はい、この負けた悔しさを胸に最後のジャマイカ戦は本当に今日本が持っている全ての力を出し切って得点と勝利を我々にプレゼントしてほしいと思います。今日の解説は元横浜マリノス監督の早野宏さんでした。早野さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。はい、というわけで、後半32分、クロアチアのシュケル選手のゴールで日本後半に1点入れられて0対1で日本が負けました。この時間はですね、岡田監督のインタビュー、それから日本選手のインタビューが現地からの中継で入りますので、それが入り次第お伝えしようと思います。ラモスさん、今日ずっと前半から見てて今日は勝つ、1点入ると思ったんですけどね、この0対1の結果どういうふうにご覧になりますか。そうですね、前半すごくそういう感じてて、まあ、後半ぐらいね、同じ気持ちでね戦ってくれれば必ず勝ってるんじゃないかなと思ったんだけど、でもこう見てると何人か選手がね、まるで自分の J リーグの試合の同じ気持ちでやってる選手がいるから、それは悔しくてしょうがないんです。それはやっぱりその世界の壁に、ね、越えないんですよね。後半どういうふうに変わる、はい、後半確かに外の相馬の攻撃もすごい良かったんですよね。もっと相馬選手あたりでもっともっと攻めていくべきだったんですけど、ただそれだけ、他は何もないです。ミス相変わらずミスだらけで、もう本当の中学生のみたいなミスばかりで、もっと気持ち入って気持ちはもう全然なしで、ただただだらだらやってる選手が結構見えてきたので、いくら本人たちそれで精一杯って言ってるんだったら、だったら最初からベテランが連れて行けばよかったなという気がするんですけどね。それ見てると悔しい、私はもうちょっともうちょっと本当にもう戦争のつもりで行くべきだったの。後半戦、前半素晴らしい前半だったんだけど、後半コロッと変わったけど、あとはやっぱりお好みにしてもね、せっかく監督さんがまあどういう指示出してるか分からないんだけど、最後彼のサイドで攻撃機で何か作ってくれるんじゃないかなと思ったら、結局何もできなかったんだもんね、それは悔しい、やっぱりね。どうして前半いい戦いしてて後半そんな気分がダウンするもんですか。いや、わかんないです。もしかしたらこのままでもしね、1点取れるんじゃないかな、勝ってるんじゃないかなと、このままいったらすごく、もう本当に非常に良かったんだけどね、前半がもう爆陣はもうすごくみんな最後まで必死で、顔つきも顔が見てもやっぱりみんな必死で一生懸命やってるなとか思うんだけど、他の選手何人かはやっぱりそれは伝わってこないから、俺それ全日本だと思ってないですよね、これ勝っちゃうと逆に、坂井の、恥だなじゃないかなと思いますけど、はい、ラモスさんの厳しいご意見もありますが、サポーターの皆さんどういうふうに見てるのか、ちょっと中継でつないでみたいと思います。東京の青山さん。はい、東京の六本木です。サポーターは試合終了まで祈るように日本のゴールが見たいと応援していました。でも終了のホイッスルが鳴ると信じられない、なんでと言って頭を抱えて会場中が呆然としました。つい先ほど試合が終わった時には座り込んでいる人もいました。でもまだテレビをじっと見続けて動けないでいます。サポーターは残念、せめて次こそはぜひ日本の 初勝利を見たいと話しています。以上、東京の六本木からお伝えしました。はい、続いて福岡です。蛭間さん。はい、試合開始からずっと東京の応援が続いてきました。特に今日は大栄が勝ったんで、その勢いで日本にも勝ってほしいとサポーターの声も力がこもっていたんですが、惜しくも敗れてしまいました。しかし日本よくやった、そしてジャマイカ戦でもここへまた集合して応援しようとサポーターたちは近寄っていました。それでは応援を指揮していた方に聞きます。今日の試合振り返ってどうでした。今日はちょっと惜しかったですけど、決めて勝って欲しかったです。ぜひこの次のジャマイカ戦に向けて一言。ジャマイカ戦はぜひ点差つけて勝ってほしいです。今日負けたけど涙は今度のジャマイカ戦にとっておいて、勝って泣こうやみんなで、勝って泣こうぞ。福岡でした。なんか良かったです。サポーターの皆さんがね、なんかすっかり暗い気持ちになってたらちょっとあれだなと思ってたんですけど、ね、そうですね、結局みんなね、逃げ道探してるっていう感じがしますけど、ね、次に勝ってばいいっていう、次勝っても何になるのって、何もならないな気がするんだけどね。
僕やっぱりだから最初からもそう思ったのは、やっぱり試合ずつがやっぱり結果、本当にの戦争で戦わないとこういう結果になるんじゃないかなと思いますよ、ね。どの試合には本当の 120% のつもりでやらないと、 110% の自分の力出さないと絶対勝てないよ。でも自分のチームはもういいかもしれないけど、全日本はやっぱりもう 120% のつもりじゃないと戦わないと絶対勝てないんですよ、どこのチームでも。日本代表 120% に戦えないのはなんでですか？いや本当にプロ意識している選手少ないじゃないかなと思いますけど、本当に将来のこと、日本のサッカーの将来のことを考えている選手はその中に何かいるのかな、分からないんですけどね。僕だったら次の試合が5、6人ぐらい、まあ5、6人って言わないか、3、4人ぐらいメンバーチェンジしますけどね。本当気持ちで戦ってくれる人がやっぱり使うべきだと思いますけど、ちょうどクロアチアのシュケル選手のゴールの時もラモスさんご覧になって、あーっていうおっしゃったんですが、ちょっとその VTR をご覧いただこうと思います。後半32分ですね。あそこでね、本当に何かあったな、ここのミスでいけなかったんですよね。そこでか、伊原が一生懸命体を張って止めて、それでまた、まあ、相手はそのこぼれたのボールが自分でまたセンタリングして点取られたんですよね。でも僕はやっぱりそこの永田のミスだと思いますけどね、そこから始まったんじゃないかなと思います。永田選手のパスミスからクロアチアにボールが渡ったわけなんですけど、僕はそうだと思います。これはそのミスにしてもどの程度のミスですか？してはいけない。いや、しちゃいけないですよ、あそこでね、はい、あそこから始まったんですね、はい。ただまあそこから日本もまだ32分でしたから、はい、45分まで13分、10分以上あったわけなんで、はい、そこからの得点というわけにはいかなかったですか？でも結局最後 のチャンスはチャンスがもう1回しかなかったんですよね、中田からロッテス選手に1回しかなかったんですよ、はいはい。だからいくら攻撃的なシステムでやってても、何にも中盤あたりは何も作れなかったっていうのは寂しいなと思いますけどね、もうちょっとやっぱり中盤の選手はなんかもっともっとチャンスを作ってほしかったんですけどね、さあさらにサポーターの皆さんにお伺いしたいと思います。浦和の西脇さん。はい、浦和市の JR 北浦和駅前です。1000人以上詰めかけたファンは最後の最後まで岡野のゴール、日本のゴールが見たいと声援を送り続けていましたが、残念ながら今日はゴールを収めることができませんでした。でもファンの皆さんは次のジャマイカ戦こそはぜひ日本のフランスでの初ゴール、初勝利を見せてほしいというふうに話していました。 JR 北浦和駅前からお伝えしました。はい、札幌の方はどうでしょう、加藤さん。はい、札幌大通公園です。残念ながら負けてしまったんですが、全く気落ちした様子はありません、はい。次回のジャマイカ戦に向けて一言、絶対勝つ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 、まさに盛り上がって盛り上がって、札幌大通公園でした。はい、まあ、本当にサポーターの皆さんの声援はありがたいんですが、ラモスさん、1点取れなかったんですね、今回も。こう1点取れない日本というのはどこかどう、決定力不足じゃないかなと思います。やっぱり決定力、やっぱり中盤の選手がもう責任あると思いますけどね、そんなチャンス作ってないからじゃないかなと思いますけど、やっぱり、まあ、どういう練習をみんなしているのか分かりませんけどね、先日はそういうのどうしているかは分かりませんけど、もうちょっとやっぱり、はい、すいません、今岡田監督がスタジオに入りました。インタビューです。日本代表の岡田監督に伺います。1対0の敗戦の結果を今どんなふうに受け止めてますか？やはり世界の壁は遠かったと、ゴールは遠かったと、いう気持ちです。勝つしかないという状況の中で、選手たちには今日どんなプレーを期待されましたか？まあ、勝つしかない、引き分けでもまだ可能性は残ったんですが、ともかく非常に引き分けでも可能性が少ないと、しかし、粘り強くチャンスが必ず来るんで、我慢して、数少ないかもしれないけどチャンスを生かしていこうと、そして自分たちのサッカーをやっていこうと、いう話をしました。前半非常に惜しい場面もありましたし、日本のペースで迎えた後半だったと思うんですが、ハーフタイムに選手にはどんなことを伝えましたか？ハーフタイムには、15分過ぎたら相手も疲れてくると、そしたら攻撃が中盤でフリーになる選手がいると、そして中田にはゴール前もっと飛び出していくようにというような指示を出しました。相手にまた先取点を取られてしまって非常に嫌な時間帯だったと思うんですが、失点の場面はどんなふうに映ってましたか？
まあ、やはり自分たちの中盤でのミスパスから、速攻でやられたということで、あそこで自分たちが競り勝つか中盤で競り勝つか競り負けるかがやはり勝負の分かれ目だったと思っています。暑さが今日選手たちのプレーに影響を及ぼしたとは、まあ、それは両チームのことなんでね、選手にも試合前に、我々のチームがクロアチアより体力がないとも思わないし、クロアチアよりコンディションが悪いとも思わないと、両チーム同じだと、その中でいかにファイトするかということを話しましたので、暑さに関してはしょうがないと思っています。初戦のアルゼンチン戦に続く前線といいますか惜敗という言葉があるかと思うんですが、監督自身先ほど世界の壁とおっしゃった、その辺のもどかしさというのはどの辺に感じてますか。もどかしさといいますか、これ選手にとっては、素晴らしい経験で、いい試合をしてくれたと思いますが、ワールドカップというのは我々日本サッカーにとっても結果だと思ってますので、惜しい試合であろうが負けは負けだと思ってます。最終戦のジャマイカ戦についてはどんなふうに戦うと。これで、まあ、明日のアルゼンチンジャマイカ戦にもよりますが、非常に可能性がほとんどなくなったと思っております。しかし、まだ日本のサッカーにとっては終わったワールドカップが終わったわけじゃなくて、2002年2006年とワールドカップはずっと続きます。そういう意味で次の試合も大切に戦いたいと思ってます。どうもありがとうございました、はい、お疲れ様でした。はい、岡田監督の試合直後のインタビュー生中継でお伝えしました。この後選手の皆さんが入ってき次第選手の皆さんの声も中継でお伝えしようと思っています。ラムさん、今岡田監督がおっしゃってましたけれども、その自分たちのサッカーをしていこうというふうに試合前に言った、そのサッカーというのはできてましたか。前半は割と、後半はほとんどできなかったんですよね。はい、だから彼は一応は指示出してると言ってるんだけど、中田選手もね、もうちょっと前で張ってプレーしてくれると言ってるけど、それは見えてこなかったんですよね。その中田選手のプレーなんですが、まあ、アルゼンチン戦そして今日のクロアチア戦と振り返って、その動きなんかはどうでしたか。まあ、本来の力彼はほとんど出してないんですよね。出してなかったんですよね。どういうところがですか。まあ、全てがほとんどただの選手をやってるみたいな感じで、本当の中田がもうまあ、J リーグでやってても全日本のも前やった中田が見えてこなかったんです。ほとんどの力は出しきれなかったんですよね。それでプレッシャーで負けてるのか負けてないのか分からないですけど、僕もちょっと彼には期待してたんですけどね。なるほど。ゲームメーカーとしてはもうちょっとこういう舞台でもっとやってほしかったんですけどね。そして、まあ、得点に絡んでいくフォワード陣、はい、今日は途中で交代もありましたけれども、このフォワード陣についてはどうですか。はい、そうですね、やっぱりまあ、ほとんど、まあ、チャンスの場面はもうなかったんですけど、ただそのあくまでやっぱり本当に一生懸命やってくれる選手はやっぱりもうゴーンはやっぱり最後まで諦めずにやる選手だから、もうちょっと彼もちょっとね、グラウンドの上で残してあげればよかったんじゃないかなと思いますけどね。やっぱりジョーもね結構、いい選手だけど、今回ねあまりね自分でも彼ねミスしてるところが笑ってる姿が見たくないし、これ自分のチームじゃないんだ、マリノスいるジョーはじゃあ全日本でもう僕は見たくないし、だからもうちょっと本当に体張って自分の仕事やってほしいんですよね。はい、タレントっぽいやってる場合じゃないんだよと、それだけ言いたいんですよ。はい、でもラモスさん本当思いがいろいろあられるでしょうから大変厳しい条件ですが、すみません、今選手の皆さん入ってきました。どうぞ。1対0の敗戦、今どんな気持ちで受け止めてますか。まあ、結果は結果としてね、受け止めなきゃいけないと思いますけど、前半 0-0 で惜しいチャンスもあって日本の流れだというふうにも見えましたが、どんなふうに感じてましたか。まあ、そういう展開になるだろうなと思ってたんで、まあ、相手はカウンター狙うような感じで、まあ、今予想通りの展開といえば予想通りの展開ですけど、2試合続けて1対0の敗戦というのは山口さんにも世界の壁というようなものを感じるんでしょうか。まあ、結果が結果ですからね。まあ、負けましたんで、まあ、力が足りないってことでしょうね。決勝トーナメント進出が難しくなった中で、最終戦のジャマイカ戦、山口さん氏はどんなプレーを心がけますか。いや、これまで通り勝ちにいきたいと思います。はい、どうもお疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、山口選手のインタビュー
お伝えしました。また選手の方が入っていらっしゃり次第お伝えしようと思います。村本さん、今のフォワードの話を聞いていたんですけれども、その途中で、岡野選手、それから森島選手、ロペス選手と入れ替えてきましたよね、はい、このあたりのチェンジについては狙いは良かったと思いますけどね、うん、さっきも監督言ったようにね、うん、相手は20分経ってから、15分か20分経ってから必ず疲れが出てくるから、うん、その時やっぱりもう元気の選手が、入れて、またそこから攻めだけでも勝ちに行くっていうのは監督の指示だったと思いますけどね、うん、ただ狙いは良かったんだけど、その選手がの気持ちはもうほとんど伝わってこなかったんですよ、うん、もうちょっとやっぱ確かに監督の指示あって、自分だと何がプラスアルファ何ができるのか、それもできなかったんですよね、うん、はいはい、この後また選手の声が入り次第お伝えしようと思いますが、その前に、この他の、ワールドカップサッカーの結果、また選手ごめんなさい、岡野選手が入っていらっしゃいました。岡野さんのインタビューです。暑さの中での試合でしたが、岡野選手自身今日のプレーにはどんな風に自分で自己評価しますか。そうですね、もっとスペースに、ね、流れてチャンスを、ね、作れる場面あったんで、もうちょっと頑張りたかったですけどね。前半から日本の流れだったと思うんですね、はい、そんな中で投入された時の心境はどうだったんでしょうか。いや、もうとにかく、まあ持ってるね、自分の持ってるものを全て出すしかないなと思って、でやっぱり暑かったしみんな疲れてたから、とにかくどうにかしてねペースを変えれればいいなと思ってたんで、そういう感じで出たんですけど、2試合続けて無得点ということに関してフォワードとしてはどんなふうに思ってますか。そうですね、やっぱり結構チャンスもあったし、やっぱりそういう精度をもっとね上げていかないといけないなと思いますけど。岡野さん自身、世界の壁という意識はあるんでしょうか。いや、でもそんな別に今日出た時も、まあ、別にボール取られたわけじゃないし、まあ、抜けてたんで、それはあれだったんですけど、やっぱ最後の、ね、精度だけだと思うんですよ、うん、最終戦のジャマイカ戦への抱負を聞かせてください。そしてもうとにかくやっぱり一勝しないとやっぱここまで来た意味ないんで、とにかく絶対みんなで力を合わせて一勝したいと思います。どうもお疲れ様でした。ありがとうございました。それではここでその他のスポーツの結果などをお伝えしようと思います。はい、お伝えします。ご覧いただいた日本クロアチア戦大会11日目です。